京から、水戸まで、の高速道路。高速道路で、日本人として初めて、はい、走っているのは私だと。まだ途中ですが、初めて、はい、ありがとうございます。すごいですね。これはもうこれで水戸までずっとあるんですか？水戸まで。だいたい。はい、で最後には有料道路になるということですね。有料道路になるといくらぐらい払うものなんですか？まだわからないです。わからない。まだ払ってないです。わからない。そうだよね。はい。ごめんなさい。ありがとうございます。